2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は上尾市にあるねバイズベースボールフィールドさんに来させていただいております。ありがとうございます。はい、でワイズさん前回ね、ちょろっと紹介したかなというふうには思うんですが、その当時はまだ、導入されていなかったものが新しく、導入されました。ただでさえラプソード 3.0 がある、そんなすごい、ワイズさんでありますが、はい、そのねさらに導入されたというものがこちらなんですよね。 O2 って書いてあった、わかりますよね。そう、酸素カプセルです。酸素カプセルが新たに、導入されました。はい、僕たまに仕事帰りとか、酸素カプセル入ったりとかしてたんですけども、実際酸素カプセルってどういう効果があるのかっていうのが、はい、なんかいろいろとね書いてあるんですよ。我々の体内には2種類の酸素が存在しますと、結合型酸素、溶解型酸素っていいのかな、はい、とかね、なんかいろいろちゃんと、ワイズさんから酸素に関しての説明もこういう風なね、ファイルに入れて酸素カプセルの中にね、入れてくれているので、こんな時におすすめしますみたいな感じでね書いてあります。はい、美容、怪我の回復、肩こり、腰痛、スポーツ後、まあ、疲労、ダイエットっていうような感じで、僕ちょっとねあの仕事後に、最近ちょっと行ってなかったんですけど、ちょっと通ってた時期がありまして、その時はやっぱりこれですね、肩こりと疲労っていうところで、僕はよく通ってました。でまあこうやって原理とかもね書いてくれてるんですよね。酸素のミラクルパワーとか、まあ、どういう時にねこんな症状の人におすすめだよって、まあ、さっき、肩こりとか、言いましたけども、ここにね、まあ、目視力とかだったりとか、まあ、いびきとかにも効果あるみたいですね。無呼吸症候群とか、まあ、あとメタボリック生活習慣病とか、っていうところにも、効いてくるのが酸素カプセルということらしいです。睡眠時間の、まあ、何時間分とかだったら、まあ、酸素濃度、その酸素カプセルの酸素濃度にもよるんですけれども、何時間分の睡眠と同等の効果が得られるよと、まあ、できればね続けた方がいいんですけども、今回はちょっとそれで、酸素カプセルの中入らせていただいて、まあ、寝ずにね、今回の場合はボックス型、あのカプセル型とボックス型であるんですけど、ワイズさんに置いてあるのはボックス型なので、まあ、その中でちょっと座って編集ができるんじゃないかということで、まあ、疲れを取りながら編集の動作をねさせていただこうかなというふうに思います。じゃあちょっと、入ってる様子はね無言になる可能性高いんですけれども、まあ、実際入ってみた、とかっていう動画で、今日は紹介していこうかなというふうに思います。はい、じゃあ酸素カプセル行ってきます。これがあそこね、あそこね、O2 と書いてあります。O2 とこんな感じになってるんですよね。はい、ということでこのチューブをこうやって取っていただいて、でこうやって首からかける、この状態がスタートの一番いいの状態なのかなということらしいので、じゃあこれで、すいません、はい、じゃあスイッチ入れます。はい、40分間お願いします。おー、このグースーっていうような、感じが、入ってますので、一応スタート時の設定で、ここにね書いてあるんですけど、気圧一応ねなんか 1.3 まで、にしかあのできないみたいな、そういうのもそれ以上になってしまうと医療用、になってしまうので、酸素カプセル入った時気をつけていただきたいのは、耳抜きが絶対必要になってくるので、耳抜きできない人は相当苦しいか、まあ、入らないでいただいてっていう方が、まあ、そこはねちょっと、せっかくなところで申し訳ないところではありますが、入るにはちょっと耳抜きの、技術が必要なのかなというふうには思います。で実際入ってても実感はないです、酸素カプセルって。実際入っててその酸素カプセル自体の感覚って分かるのか、このぐらいですね、本当に耳抜きぐらいしかないんですけども、さっきまあワイズのね、大体の方が
説明いただいた通りで、何回かやっぱりこなしていただいて、まあ、最初1回でももちろんね、効果というのはあるんですけれども、その後でも続けていくことが、まあ、酸素カプセルの一番の、特徴というか、まあ、効果が出るところなのかなというふうに思います。でなおかつね、こうやってチェアを貸していただきました。今こうやって座ってるんですけど、はい、チェアを貸していただいたので、まあ普通にね、座ってもできるし、寝っ転がる、もちろん寝っ転がることも、できますので、で今回はね、ちょっと動画の編集の方をしていこうと思います。はい、じゃあここからは早送りで、まあ、どんな風にね、過ごしてるのかなっていうような感じで、まあ早送りがカットでね、進めていこうと思います。また後で、終わったらちょっと感想というかですね、まあなんていうか、まあプラス、最後の方のね、終わった後の説明だとかっていうのをさせていただこうかなというふうに思います。それでは失礼します。うん、全くあれですね、今セリ動画編集始めましたけども、何の違和感もなく普通に動画編集をできているような感じがします。全然ね、まあやっぱ耳ぐらいですね、気にするところっていうのは。でまあこうやって椅子も貸し出してもらえるので、普通に膝の上にパソコンを置いて、キャンプ用のチェアと同じようなね、折りたたみ式のやつなので、結構柔らかくね、深く座れるので、この編集もすごいしやすいなという感じですね。今ね、外のカーテンをこうやってプイッてやって、外から翔平さんとかね、覗いてきて、くれましたが、カチャンと閉められているので外から見られる心配もありません。ただね、カーテン完璧に戻してほしいですね。ちょっと空いてるんだよな。まあまあまあ、普段はね、外からピッて覗かれなければ、全然本当に自分の好きな空間かなっていうような感じになりますね。お願いします。さあ来い。
見えるぞ。無理すごいっすわ。こう来てたすごいっすわ。おお、気圧が終わりましたね今。はい、なので、ちょっとここで一旦外に出て酸素カプセル入った後のね、方法だとかちょっとお値段とかを話していこうかなというふうに思います。はい、じゃあ一回外出まーす。一応まあこういうボックスタイプの酸素カプセルなので、ワイズさんで使用する場合は何の問題もないかなとは思うんですけれども、カプセルタイプだとね、弊社恐怖症の人はお断りとか、あるので、基本的には、まあそういう逆にちょっときついところ嫌だよとか、いう方は、ワイズさんはすごいおすすめかなと。40分入ると、睡眠時間、まあ酸素量にもね、気圧の力とかの強さ、とかにもよりますけれども、確かね40分とか50分かな入るだけで何時間分の睡眠に換算できるとか、っていう話を聞いたことがあるので、まあもちろんちょっと続けなきゃいけないのでね、そこに関しては、まあ多分今日1回目でもすごいね、感覚にないだけで感じないだけで体にはすごい効果があると思います。ただ効果が実感してくる、より出てくるのは続けていただくことが、必要になるのかなというふうになっていました。よいしょ、おかえりなさい。はい、あーやべえ、すいません。はい、ありがとうございます。あ、もう全然余裕ですよね。それが今 1.3 だったんですけど、その 1.1 とか2に、まあ、調整しちゃうと、はいはい、水で入ってそこからちょっとどんどん流してって言ってますね。とりあえず先に値段いっちゃおうかな。値段がこちらですね。めちゃくちゃ安いんですよ。ボックスタイプでこの安さは正直見たことないです。30分1000円、45分で1200円、で60分で1500円となっています。破格、本当に破格。自分いつも池袋の、ところで酸素カプセル入ってるんですけれども、だいたいねやっぱこの倍ぐらいの値段、50分でやっぱ3000円ぐらい払ってたか、3000円までは、まあ、3000円ぐらいか払ってたかなって感じで、週2回入っていただきたい、っていう話だったので、まあそうなったら池袋とかで入る場合だとの1回分のね値段で、ワイズさんだったら2回入れるんですか、広々と使える。大体そういうところの酸素カプセルってチューブでね、こういう風に噴射されるわけではなくて、まあ、カプセルにブワーンと広がっていくタイプが多いので、こういったところだと、まあ、直接、体に入れることができるっていう点を考えたらすごいおすすめなんじゃないかなという風に思います。酸素カプセル続けるよっていうと、まあ最初数回だと免疫力アップします。僕なんかはね、2ヶ月連続で39度以上出してるので、こういうところをまず一番最初に現れるかなといったところで、まあ、次は体質改善ですね。これちょっとヨガの写真出てますけれども、まあそれこそデトックス効果が出てきたりだとか、なんかサウナとの相性とかすごい良さそうですよね、そういうのに。最後、DNA 再生ということはもう細胞レベルからね、再生してて、まあ、DNA と細胞がどういう風に絡んでるかはちょっと僕はあんまり見えないですけど、まあそういったところで、体にもすごいやっぱいいこと、酸素がね、より多く取り入れられるので、そういったところはやっぱり体質改善とかしていきたい。まあもちろんね、怪我の DNA 再生とか体質改善っていうところに来ると、まあ、肩痛が治ってきたりとか、体がね動きやすくなって肩上がりやすくなるとかっていう全然あると思うので、そこもいいと思います。これ終わった後ね、今日の過ごし方っていうのがあります。まあ、酸素大量に体入っちゃってるので、びっくりしちゃってるので、ちょっと水飲んでくださいとか、そうですね、水飲んで汗かいてくださいっていう風に書いてるので、まあ本当に終わった後に、ね、サウナとかいいんじゃないかなという風に思います。女性の方はね、肌のお手入れを、してくださいということでした。はい。で、まあこれこそね、さっき言いました、すぐに実感できない、っていうようなところがあるので、2週間に4回、まあ1週間に2回とか。利用していただければ、常に体の中に酸素が、ね、多い状態になるので、より効果が、実感しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。リラックスしているので、皆さんもぜひ入ってみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。
さあ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 